それグッドキング。こんにちは、みやこです。かすです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回はバーン重心化しましたんで、はい、使っていきたいと思います。反射ゲージのアジンのバランス型の超マイスイーパー M。超マイスイーパー M は強いんじゃないですか。超レザストね。そしてリジェネドレインダメージウォール持っているので、なんか3つ回復要素があるんですよね。チバチ回復しますね。うん、この回復要素がね特に強いなと思ってて、まあ最近だとマップ移動回復なし。そしてまあマップによっては攻撃力が、あの HP が高いほど攻撃力の倍率が上がるところ、はい、ありますね。とか、はい、まあそこら辺がねもうバシバシにやられたら、このラインだったらバンはめちゃくちゃ強くなります。なのでこいつはもしかしたらこのメリオダス、キング、バン、この1段のキャラの中ではいっちゃん伸びしろあると思ってる。で、SS が割合なんですよ。これはもうバチバチ高難易度の今後見据えると怖いライン。なんならバンがいなきゃみたいな状況になり得ないよね。なり得る、マジで。こいつがいないとなんか結構きつくなるってところが。ワンちゃん来たら。そう。まあ、まあでも実際今のところだと困ってないんで、うん、まああんま評価もされてないかなって感じはしてる。はい。で、ユージャーコピーと超強防御ダウンブラストね。はい、ということで今回はウラッシャー29行ってみたいと思います。まあここも割合でなんかその HP 共有してるところがあるんで、そこでまあ割合見せていけたらなって。まあワンパンします。まあそれをまあワンパンするでしょうね、割合なんで。まあ、割合はいいところだよね、そういうところで使えるっていうのは。でもこの手法ね海この手法でも29やってる人はいないだろうけどね。なんか一番最初はカッパとかでなんかやってたけど、まあ飛ばせるとこだしな。そう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 、なんか HP がやっぱこいつは減らないっつうのがやっぱり最大の持ち味。まあ超マインも強いんですけどね、使えるところでは。まあ他のマインだけで考えちゃうとね、だいぶライバルは多いんですよ。昨日のマインはちょっとやばいね。やばい、うーん、やばいっす。まあ代表格まだ、はい、代表がね、まあ一緒に連れていくっていうことも考えてはいいと思うんですけど、まあできれば爆発連れていきたいよね。まあマナーだとね。そう、あのインボリュートスフィアが、あのどっちだっけ、モアの方しか出ないのか。メインの方しか出ないかな。そうだからまあ爆発との組み合わせの方がいいからって感じにはなってしまうんだとは思うね。はい、超レザストですね。まあ死ぬ心配はないな、このステージにおいて。だからこいつは今のところだと評価はあれかもしれないけど、今後展開次第ではっていう、まああんま将来の話をするのもあれなんですけど、怖いなっていう、うん、ことは知っておいてもらいたい。とても、上がもう意地悪ならとんでもないクイズ出ちゃうもんな、うまいんで。結構合わせられるやつもともと多いんだよね、こいつ。ワルプルギスとは相性いいじゃん、めちゃくちゃ。全的圧力音とかね、そこら辺とは相性いいんで、しかもダメージ受ける系のギミックに対応してるっていうので、まあワンチャン無理やり持っていける説もね。まあ反射なんでね、回復が欲しい時ぐらいかな。そう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 、いや、なるとは思うんですけどね。まあでも普段使い強いよりは本当に高難易度向けになったな、 HP 確保の面で。殴ってみる。ステオメ悪くはないですよ、悪くはないですよ。120にしたら3万乗るしね。あのやっぱ割合を見てこう、しっかり。まあ、ちょっと SS をとりあえず見たいな、うん、あの近くだからちょっと扱いづらさはあるかもね。しっかり近くにいなきゃ、強いね、超マインが。2倍だからな、M。殴り強いよな。うん。あれはどうなんの？過激っすか？やはり。俺は過激一択じゃないかなとは思うんですけど、それか、なんかぶっ刺さるところがあれば、まあ、照明、平面だったりとか、うん、そこら辺にはなってくると思います。まあ、ドレインがある分ね、過激持った方が俺はいいと思うんですけど。まあ、お得になる。なんかちょっと配置したかったりしたね。
近くだから若干当てにくさ、無理やり行きたいんだけど止めてますね、止めてますね、はい、止めてますね。俺ほんとなんか地味強いよ。あと SS がかっこいいという、あと、まあ、飛び上がるほど強いわけではないでしょう。だから、普段使いの面で見ちゃうとね、それなんか物足りなさは感じるけど、高難易度でやべえってなるシーンはあるような気がしてますね。こいつ重心化前はもうほとんど使われてないんですよ、ね、あんま最初の方だけ騒がれてたぐらいで、マジでマジであんま使わなかったね。これでちょっと避けたいなよ。その時よりはやっぱ伸びしろ的には使う可能性的には全然ある、ね、うん、その時よりは全然使いやすさは増してると思う。超前、超前が今風だね。超レザースリジェネがないよくわかんないけどね。よくわかんない別に HP のところ強いんかね。ああ、はい、下ホーミングで倒してくれ。シンデレラを信じている。 OK 寄せたいね。寄せて倒せるかな。OK ナイス。じゃあ SS 打ってみるか。近くの敵なんでね、まあこの下のやつがあれなんで、その分身なんでね、HP がもう実質無限みたいな感じなんで、割合やったらワンパンするみたいな感じです。まあ、これボス近いでしょ、さすがに。まあ、これ昔のからある手法だけど、まあ、割合のところではこうなる、まあ、意味わかんないことをしてくれるよみたいな感じです。はい、もう一つ行ってみたいと思います。はい、またもや、覇者の塔を来たんですが、こっちは普通の28です。で、ここも、まあ、まあ割合攻撃が強いところですね。だからバーもっといけるところ増えてほしいですね。まあ、現状でもあとは覇者の37とかでも使えたりするのかな。まあ、そもそも壊れてるんで、なんかバンというよりはって感じなんですけど、なので今回はバンでここも一発で終わらせたいと思います。ここもさっきの29と同じシステムで、実勢 HP 無限のねやつらが存在するので、そいつをに SS を打って終わらせたいと思います。唐突に、なんか未開の大地とかで使うとかありそうなんだよな。ありそう、うん、もうメリオダスがもう早速来てるじゃん。いや、未開とかさ、なんかこういうの結構匂わせてくるよね、うん、なんか唐突に唐突に使うときがそう、回復しないでありませんよみたいな。いや、リアルマップ移動回復なしとね、HP のあれは、うん、HP で攻撃どうかやれるところとかだと純粋に強くなるからね、こいつは一気に評価が変わってしまう。恐ろしいよな。恐ろしいよね。そう、現状ではそうそういらないって言われてるけど、急に絶対に必要だったりするからさ、怖いわ。まああとはなんかマリシテン海みたいな地雷しか通らないところだったら、この超マインが、あ、超マインあるだけで生きてしまうし、では想像できるんだよね、こいつがもしかしたら強くなるときが。クエストが想像しやすいね。どういうのが来るのか、そう、どういうのが来るのかは想像しやすい。こいつが接待を受けるなら、なんならこのコラボ中に出るかもしれないよ。そのどっか、ああ、はいはいはい、うん、まだ全部の降臨できてないんでシステムは分かってないけど、多分あるんじゃないかな、一、はい、つぐらいは。一つぐらいはありそう、うん。あとやっぱコラボキャラなんでアジンだから、結構シナジーも来やすいのかな、同じアジンだったら。どうなんだろう、ちょっと同じアジン調べてないけど、なんかいそうだけど。オルタナティブドラゴン？ドラゴンだね。あの、地味にあの情報修正、地味じゃないな、結構大々的に情報修正されたキャラなんで、はい、皆さん覚えておいてください。勉強強ブレスセーラーの人です。
周囲に、これに亀田キラーが乗ります。ゴルダナティーブロー、映画キャラなので皆さん映画もぜひねご覧ください。絶賛上映中です。はい、ちなみにカラスは見てないです、はい、僕は見ましたけど絶賛上映中ですが言ってるけどカラスは見てないですちょっとわからないんでちょっとあれの申し訳ないですけど誘ったんですけどねやめろやめろ誘ったんだけど来てくれ、やめろやめろ、状況どういうラウンドですか。まあボス戦からですね、まあ、コピーもなんかまあ普通だね。珍しいなんかコピーになんかカウンターキラーとか乗ってくれてもよかったりもするけど、まあ強すぎてしまうのかな、かな。まあカウンターキラーは欲しかったな、これ強そうですね。コピー、まあ、コピーはねいつの時代になっても腐ることはないですよ。その時の早めの友情コンボにできるんでね。まあでも、まあ、超攻撃型があるからなんか悲しいね。まさかさ、あのコピーがそういう風な潰され方するとは思わなかった。そうなんだ。だからコピーはずっと強いイメージがあったけど、なんか超攻撃型が生まれてしまったがゆえにちょっとこんな価値が落ちちゃったじゃん。コピー一緒強えぞって思ってたもん、マジで。すごいな。でこれ下が本体ですね。下が、直ダメが入るところで、右上があれだから4をちょっとずらしてあげて、こういうダメが必要いな。あ、いいのか、こいつに入れてもいいんだ。あの左上が本体だからこいつも分身だ。そういえばできます。どうしてもいいんだ。失礼しました。じゃあいきます。いけ、はい終わり。心臓が心臓が飛ぶ心臓を抜き取られてた。でも心臓痛となんかキルア重いですわ。俺もそうだキルアだった、俺もディンこうやって持ってる後ろで見極まってるってはい、ということでバンの受信から使ってみたんですけど、やっぱ割合攻撃とやっぱこの回復の部分が強いと思うんで、まあ本当今後のクエスト次第では一番やばいと思っております。いや怖いね、こいつ刺さった時には。そうだね、怖いね。うん、待て待て、一応ちょっと同じラインもう一回見てみて、もう一回この火のさ、マインダメオのラインでしょ、リジェネついてるやつがいるけどね。本当だ、ほらレキオリジェネ、このキャラ重いな。あシャナとか、エンデバー、ヤクヤさん、ただ普通の殴りだったらさ、こういう鬼丸とかに潰されちゃってるから、やっぱ回復部分なんだよね結局は。さあまあシンデレラを連れて行ったんですけど、やっぱ回復がいない。あ、エンデバーさんも割合じゃん、同じことできちゃう、喧嘩じゃん喧嘩でも地雷持てないんでね、飛行なんでね、一応回復っていうとなかなかいないのかなって思うね、こうやって見ちゃうと。まあその面で重宝されるキャラ、まあ因縁だからキャラ多すぎるけど、なんかいいのかな、パッと思いつかないけど、その回復ラインちょっとキャラ多すぎるな。そうね、分からん、分からん、なんかいるかもしれん。うん、こいつとか、いやいや、ちょっと多すぎるわまあ、ダメよ、みんならここだね、みんならここだね、どっちも対応してるっていう。うん、なので回復というラインで重宝されると思うので、まあ、今後のクエスト次第の話にはなってしまうけど、そこで差別化していきましょう。うん、あと割合ね、何度も言ってるけど、はい、ってことで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。